モハンマド・アリー・シャーは、ガージャール・アーサー、第六代シャー。1907年に父、モザファロッティーン・シャーが病没すると、シャーの地位に即位した。シャーに即位したモハンマド・アリーは、イラン立憲革命に反対する政策として、議会の解散とイスラーム法に抵触するということで、父が死亡の間際に交付に署名した憲法の廃止を宣言した。 もともとイラン立憲革命において憲法が起草されるという段階で、立憲制をめぐって、ウラマー層内部での対立が起こっていた。あくまでもシャリアに基づくものでなければならないという主張が展開されていたため、法の下の平等といった従来のウラマーの既得権益を縮小する動きに抵抗するウラマーもいた。8月31日には、首相のミールザー。 アリーやスガル・ハーンが暗殺された。1908年になると、立憲派と反立憲派の対立が先鋭化するようになり、テヘラン、タブリーズ、エスファ・ハーンといった諸都市では暴動に発展するケースもあった。モハンマド・アリーは、ロシアとイギリスの支援を受けて議会を砲撃し、6月23日には議会の解散に追い込むことに成功した。 シャーによるクーデターの成功に対して、一時的に立憲派の勢力は減退するが、アゼルバイジャン地方の主要都市で、ロシアとの交易により、当時のイランで、最も西洋の最新の政治的思想に親しんできた、タブリーズが立憲派の拠点となった。モハンマド・アリーは、商人、中、下級ウラマー、人教、ブライノトである、ルーティーと呼ばれる人々の手により、 自由的武装闘争集団が組織されたタブリーズを包囲したが、11ヶ月の包囲戦に耐え抜き、イラン全土に潜伏していた立憲派を勇気づけた。その動きは、ラシュとエスファハーンへ広がり、立憲派の組織した軍隊は、首都テヘランへと向かっていった。1909年7月16日に、シャアの地位を降り、モハンマド・アリーはロシア大使館に逃げ込み、 その後ロシアのオデッサに亡命した。1911年には軍隊を率いて、アスタラーバードに上陸したが、打ち破られている。1924年4月5日、イタリアのサンレーモで死亡した。彼の子供であるアフマドシャーが、モハンマドアリーの後を継いだが、アフマドシャーの時代にガージャールアーサはその幕を閉じる。ありがとうございます。